い、皆さんこんにちは、こうです。今日食べるデザートはこれです。じゃん。神戸フランス産の神戸魔法の壺プリンです。こんな感じですね。開けてみましょう。おー、めっちゃ可愛らしい壺ですね。なんかこんな感じですね。それでは食べてみましょう。はい、こんな感じです。上がこれクリームですよね。でこの下がプリンです。いただきます。うん、めっちゃ美味しい。上のクリームめっちゃ美味しいんですけど、中のプリンがほんととろっとろですね。ちょっともうちょっと奥まで行ってみましょうか。はい、一番下にはやはりキャラメルがおりました。いただきます。美味しい。はい、というわけで今日食べたのは神戸フランス産の神戸魔法の壺プリンでした。今日もご視聴ありがとうございました。素敵な一日をお過ごしください。それではまた。このなんか、ツボプリンのツボめっちゃ可愛らしいですよね。なんかこうお花とか刺して、置いとけそうです。はい。